えー、日本で唯一の浜田聡アンチユーチューバーの噂です。まあ,あのアンチですけれども、人としては、えー、浜田先生のことを好きですけれども。えー NHK ね、受信料不払い推進運動とかね、えー、NHK の、うん、スクランブル放送とかね、まあ、最近は言わないですけど、この辺に関しては反対してて、なぜ反対するのかっていうね、えー、あとは、立、え、花、ー、先生もですね、私はあの、例えば、あのー、学習塾の前で抗議、えー、活動とかしてる、あれ全然 OK なんですよ、私はね。だから合法的に行う分には全然 OK。えー、これが嫌だっていう人たちは、えー、その法律を知らないからでしょ。<laughs> だから、立花先生が NHK の, NH の、えー、ところでこうやってて、学習塾の女の人がこう来た時に、その女の人を私人逮捕しないといけないからね、周りの人たちが。そういう,そう,いうふうに私人逮捕すべきなんです、だから、その、ね、法律上ではこうなってますよっていうのを、こ未来の子どもたちに見せつける必要があったわけです、あそこよね。あなんか学習塾の先生、先生、逮捕されたみたいな。 そういうういのを見せつける必要があったと私は思うんでだからそれを迷惑行為とかっていうふうに言うのはいや合法的に行われてるんであってそれが迷惑行為なんであればじゃあ法律変えないといけないじゃんってなりますよね。じゃあそこのところで立花先生があの学習塾の前でやってたのを迷惑ですよって言ってた人たちはじゃあ法律を変えるように動かないといけないわけ合法的にね <laughs> 合法的に。<laughs> まああその辺含めてじゃあ私がですね合法的に NHK やってる不払い推進運動ね。 これをなぜ反対するのかっていうのはね、えー、これはですね、NHK にアシストする行為なんですよっていうことを動画に1本まとめたいと思います。本日、令和3年の、えー、3月1日、月曜日、大森林会の大浅大使です。NHK 受信料不払い行為は NHK も望むところ、NHK 未払い割増金の閣議決定に見る NHK 党の裏側面というタイトルでお送りします。未払い割増金の、ね、閣議決定すんなりされたのは、もともと法律にそういうのは、えー もともとの法律上そうなってるから <laughs>、それを詳しく法律に落とし込みましょうよってことね。ということは、NHK の手間増えます。ね NHK の手間増えると、NHK は昔は嫌だったわけ。コロナがある前は嫌だったの。なぜかっつったら、ピンポンピンポン行為が訪問行為ね。訪問行為できてたから、良かったんだけど、これを通すことによって、今コロナ禍ですね。コロナ禍、いずれはなんかワクチンとかで、それでまあ、 このままずっとこの状態が続くわけじゃないから NHK の訪問行為がまた再開されます再開される時にねあの会長がですねそのなんとか訪問による聴衆とかそういうのを見直すって言ってたでしょ <laughs> では見直すっていうことはなくなる方向、えー、NHK の業務 受け負い業者の仕事なくなくくる方向に行くでしょ <laughs> あとは営業 NHK の職員がやるのか分かんないけどその回収行為がなくなるでしょ不払い者とか未払い者に対するね。じゃあなんか仕事用意しないといけないじゃん。 なんかね仕事用意しないといけないでしょその時にあ未払いした人から割増金取らないといけないしますます監視の目を強化しないといけないねっていう仕事が発生するわけですよねだから法,法令化されるとだって法律でできちゃったもん政治家の皆さん NHK 党の皆さんがえあのまあ実際には多分立花先生とかをあの濱田先生がねえ濱田先生が内々的に動いてこれが閣議決定されたんだと思いますけど えーまあ、それは法律に書かれてることだから確かにそうだけど、まあ、NHK としては OK なわけだから了承するわけで、ね、なぜかさ仕事増えるからコロナ禍だけどやっぱ見払い者の人は黙っておけませんねみたいな感じで一応名目上の仕事が降ってくることになりますから。<laughs> だから訪問活動が間もなくこれがちゃんとね法整備されたらえ開始されることになる。でじゃあ、不払い推進運動っていうのはどういうことかといったら不払,い不払い者がいることにより NHK はそれを回収しないといけないのそれなぜ回収しないといけないかって言ったら法律上、総務省の免除許可、まあ、もしくは免除許可基準 外だったらそれは取り立てないといけないわけね NHK っていうのはねえそれは裁判してても何でも取り立てないといけないのじゃないとどういうことかっつったら NHK 受信料っていうのは分担金ですからだから NHK 受信料が下がらないってことになるだから未契約者不払い者のせいで NHK 受信料が下がりません例えば1割ぐらい下げたとしても <laughs> みんなが払えばがあの下がるはずなのに下がらないでだからあのー 逆なんですよ不払い私はね、不払いするぐらいだったら、テレビを解約しななさいなんですよ解約を進めていかないと、その人たちは、えー、どういう行為、NHK がどういう行為をしないといけないかって言ったら、請求書とかを印刷して、わざわざ紙で印刷して、そ送付したりしないといけない。郵便局を使ってね、<laughs> 郵便局使って、我々郵便局って完全なる民営化じゃないでしょ。 だからその郵便局が使っている、例えば道路とかなんて税金ですから、我々のご先祖様たちが払ってきたそのインフラを使って郵便局がある、そのインフラを使った郵便局を NHK が使ってるわけね。そこまで言うとちょっとね、いろいろあの説明しないといけないから、それ、はを置いたとしても、回収行為っていうのをしないといけないという仕事が降ってる来るわけね。<laughs> 逆に言ったらね、不払い推進運動が活性化されたら NHK の仕事が、例えば N リンクスとかの仕事が増えてきます。N リンクスとかの N リンクスはあの悪いことが表に出てくれば潰れるかもしれないけど、別に N リンクスだけじゃないでしょ。240ぐらいありますから、今ね。で、次々に湧いてくるわけ。そういうね、NHK の請負い業者っていうの、次々に湧いてきて、仕事があればやるわけね。 だけど、皆さんが一斉にね、解約したら、契約して不払いじゃなくて、解約、解約ね、解約したならば、のそ,その仕事ないですから、だからあるのはこれだけね、あなたのおうちにテレビは設置されていませんかみたいな <laughs>、ね、NHK が見れる状態、見てるか見,見てないかは関係なくして、見れる状態がありませんかって来る訪問ぐらいしかできないわけね。 だからそっち,そっちはもういくらでもできるわけだってワンセグの裁判で勝ってるから,だからワンセグありませんかっていう確認にスマホ持ってますかってってはいっつったらじゃあワンそれにはワンセグついてませんかという確認行為ね監督行為みたいな監督行為みたいな, <laughs> たいな仕事はそれは残るだけど不払いの人の取り立てはえそれなくなるわけねそのいやそもそもその登録上を不払い者になってなければね。 だからそ,そこにあげた時点でそういう仕事も発生するしそれに対して仕事が発生するってことは金が出てくるでしょじゃあその金どこから出てきてるんですか税金ですかまあちょっとは税金かかってるね税金かかっております税金の他に受信料でしょだ今見たくて見ている人たちの負担例えば私の親 ね、あの田舎で老齢基礎年金ですか老齢基礎年金だから、まあ、最低限の生活でやって NHK に納めているその分 NHK 受信料が下がらないっていう話になります <laughs>。ちょっとは下がるかもしれないけどねだってそういう仕事があるんだもんでちなみにですけど五年しか払わね 5, 5年しか払わなくていいよとかって言ってるでしょ。 NHK 等ね、えー、まあ確かにそういう判例が出てはあのかもしれないだけど別にそれが法律上に書かれて,るか書かれてません、ねえー、放送法の中では総務省の免除許可とか免除許可基準とかその基準外のやつだったらそのだから例えば20年間不払いしてて5年分払いなさいよって裁判結果が出たとしても20年分を取り立てないといけないの。 だから請求書はどこまでも送られてくるよ。その5年分払ったとしても、その残りの15年分は請求書はどこまでも送られてくるはず。もしやってなかったら、NHK 何やってんだってなるからね。<laughs> 取り立てなさいよって。設置日に遡かのぼってあの請求しないといけないから。請求し続けないといけないから。その人死んでもね。<laughs> その人死んだらどうするのって話だよね。死んでも請求書を送り続けないといけないの。だからその辺の具体的なところを法律に落とし込んでいってくれるのが NHK 党だと私は結構前は思ってたのね。N 国党っていうか NHK 受信料不払い党を立ち上げたあたりの立花さんとかはそういうことをしていくかなって思ったけど今全然違うでしょ。だから死んだ人どうするかとか例えば停電ね。停電 あの大震災で停電になったら電気ないでしょ電気ないから設置したことにならないわけ、一時的に <laughs>。一時的に設置してないのに、テレビ見れないのに、NHK 受信料を払ってるでしょだからそういう細かいところを詰めていく作業っていうのが今後、出てくるのか、もしくは我々のね若い世代が全くテレビ設置しませんということであの自然消滅するのか。 そういうい感じですよね今のところだから今コロナ禍で訪問がえ今一時的に停止してますけれどもまあ再開してるところもあるかもしれないですけど停止していますけれどもそれが再開するきっかけとしては NHK の受信料を未契約のまましてる人は取り立てないといけないから法律でちゃんと細かく記載されたからだから割増金も払わないといけないしつってそういう動きを加速させてくる <laughs> 名目上ね。 で本当にやるかどうかって言ったら、おそらく立花先生が言う通りに、えー、交通死亡事故でな、えー、くなるぐらいの確率じゃないかなと思いますよ、今のところはね。そっち、あんまり <laughs> だからその仕事がなくなってきたらもうちょっと増えるかもしれないけどね、取り立てるっていうね。だからそういうことをしないといけないから、裁判しないといけないでしょ、えー、紙を送り続けないといけないでしょ。でそういういなんか あの解約とかしてくる人がほとんどいないから <laughs> もしくは解約を時代をほとんど阻止するから NHK がねだからずっとそういう仕事がお仕事が発生してるわけねいまだにだからその部分で NHK 受信料っては下がりませんよってじゃ下がらないとどうなるかっつったら今人口減少でしょだから NHK がぶっ壊れかけてます もう田舎ではぶっ壊れてるんです、NHK 自体。ああ簡単に言うと地上波ぶっ壊れてますよってことね <laughs>。地上波がぶっ壊れてる地上波のインフラにかけるだけのお金を避けない。なぜかというと、ほら、NHK の職員、何、1300万とかでしょ、年収。そして福利厚生とか合わせたら1800万でしょ。 だから、そういうね、自分たちの職員に給料を払い続けるから、田舎のインフラなんてできない、じゃあどうしてるんですかって言ったら、NTT さんとか、まあ、場合によっては税金使われてんじゃねえかっていう、ね、<laughs> NHK 公共放送なのに税金使われてんじゃないかっていう疑いね、田舎で。 田舎のインフラをやるときに、我々の税金が、テレビを設置してない人が払っている税金も使われてるんじゃないかっていう、ううそういう論議にまで発展していくんじゃないかなと思います、はい、以上です。<laughs>